皆さんこんにちは。最近暖かくなって気持ちがいいですね。今日は私のやっているような理論の研究がどれぐらいのタイムスケールで起きているかとか、あとですね、どういう動機でモチベーションでやっているかとか、そういうことにですね、興味のある若い方がいるんじゃないかなと思って、最近の僕の論文を題材にそういうお話をしてみたいと思います。で、こういう研究をなさっている人って、まあ世の中はいろいろいるわけですけども、大きな目標を持ってやっている方もいると思うんですが、僕は大体ですね、その時その時にたまたま面白いかなと思ったことや、同僚とかですね、友達から聞いた話について面白いかなというのを適当にその場で考えていて、そういうタイプなので、それについて説明してみたいなと思います。それで最近やっている大きな2つの研究は、その一つは TMF っていうトポロジカルモジュラーフォームズっていう数学の話と、あとヘテロスティックストリングってヘテロギンの間の関係っていうのを研究しています。で、もう一つの話が変なブレーンについて研究しているので、それについてお話ししたいなと思います。で、こっちの方から始めますと、ですね、まず2020年の1月ですね、ちょっとコロナが始まりそうか始まらないかって、そういう頃にですね、ここの研究所の同僚からヘテロゲンにおける4次元の SU2 の一定のアノマリーはどうなっているんだっていうふうに聞かれまして、その詳細は分かってもらう必要はないんですけども、そういうのを聞かれたと。それについてぼやぼや考えていたんですね。で、コロナが始まって、他にやることもあるけれども、ぼやぼやと考えていまして、それで5月、6月ぐらいになって、これに調べるのに TMF っていう数学の話がと物理の関係がちょっと前から話題になってましたので、それを使えば研究できるということが分かったんで、そのヘテロゲンの方の話を TMF の方の話に翻訳するっていうのをやったんですね。でも翻訳したからって言って解決するわけではなくて、翻訳した側の数学の問題は解けない、ね、それを困ってたんですけれども、それがですね、解決するきっかけになったのはこの2月、2021年の2月になってですね、全然また別の論文がアーカイブに出ていて面白いなと思ったので、ツイッターで紹介したんですね。そうすると僕の共同研究者のボー君がですね、その紹介の仕方がちょっとおかしいんじゃないかと言って、指摘してくれたんですが、それをやり取りしているとですね、なんとそのボー君が、その次の週にある研究会、オンライン研究会で話をするというので、僕全然その研究会の存在とか知らなかったんですけども、その次の週のオンライン研究会に出てみた。そうするとそのボー君の発表が面白かっただけではなくて、その研究会でですね、参加していたとある、若い数学者さんを知ることができまして、でちょうどですね、その数学者さんがこの TMF とかの話に興味を持っているということが分かったので、その後でですね、しばらくしてメール書いてみたんですね。そうすると興味を持ってくださったと、そういうことがあります。で、その頃ですね、ちょうど2月3月っていうのは年度末でして、我々多少普段より暇がありますので、この問題について放置してあったのを再度考えたんですね。そうすると、ちょっとしたことが分かるっていうことがありましたんで、短い論文を僕だけで書いたんですけども、その書いた後にその数学者さんとちゃんと話をしてみると、実はですね、そんな個別のケースを一個一個調べなくても全部一気に問題を解決することができるということが分かりまして、それについて半年ぐらい研究して、教授では覚えました。そういうことがあったわけです。ですから、この場合は話を聞いてから結果に至るまでに1年半ぐらいですかね、かかっているということです。で、一方でですね、変なブレーンという話なんですけど、どういうことかと言いますと、ブレーンというのはストリング理論というのは10次元とか、MD 理論だったら11次元なんですけども、その中の、部分空間ですね、5次元とか6次元とかに広がっているソリトンの話をブレーンというんですが、で原理論を多少かじったことのある人は D ブレーンとかに聞いたことがあると思うんですけども、そういうよく知られた、20年来よく知られたものだけじゃなくて、変なのいろいろなブレーンがもっとあるんじゃないかなっていうことを主張した論文が2019年の9月にマクナマラ&バッファリーで出たんですね。で、それを僕もざっと読みまして、なんかあるかなと思ってたんですけども、そのコロナが始まってですね、家に閉じこもっていた頃の2020年の7月になって、そう言われてみれば、SO32 の型タイプ1腸炎というのがありまして、それにですね、へんてこなタイプの磁化ってあるんですね。で、ウィザウトベクターストラクチャーっていうのを支配する、磁化があるんですけども、それを持ったブレーンっていうのはそういえばないなと思って、それを考えてみようと思って、何人かの共同研究者に声をかけて考えてたんですけども、
ちょっとすぐにですね、これまで知られているタイプのブレインと全然違うということが分かって、あるとしても調べようがないねということで放置してたわけです。で、ここでですね、ほぼ2年ぐらい間が空くわけなんですけども、去年の4月になって、まあ、もう一回考えてみようかなと思ったんですね。で、その時に、その SO32 型超弦っていうのは、タイプ1っていう方法でも調べられるんですけど、ヘテロ弦っていう方法、こっちですね。でも調べられるということが分かりまして、調べてまして、ヘテロ弦の方で調べると、そんなに変じゃないということが分かったんですね。で、それを共同研究者といろいろこのあたり調べてたんですけれども、そうするとですね、これまで、少なくとも僕はあんまり調べたことのなかったタイプの経緯で、原理論の業界でもそんなに調べられてなかった、最近はやられてなかったんですが、むしろ80年代後半とか90年代初頭にいろいろ知られていた話なんですね。で、だからいろいろ経緯みんなで研究していると、新しいこと見つけたと思ったら、数週間後には文献探すと、実は昔やられてたということが分かるということを何度も繰り返しまして、やってたわけです。ここで、さてですね、10月頃になって新たな発展がありました。なんでかっていうと、この研究所で、の所長の大栗さんという方の、還暦記念研究会がありまして、そこで僕が話せと言われましたので、これについて、できたところまで話をしようかなと考えてたんですね。で、その時にですね、こっちとの関係が急に分かってきた。それはどういうことかっていうとですね、ちょっと話は戻るんですが、この論文書きましたんで、数学者と書きましたから、物理の方でも私セミナーしましたけども、数学の方でもセミナーしたんですね。そうすると、数学者の共同研究者の方が数学の方のセミナーやったところによると、聴衆から次のような質問が出たらしいんですね。これは、あるヘテロ弦っていうのにおいて、一般にアノーマリがゼロであるということを示したんですけども、何かがゼロであるということが分かると、数学ではそれをもとにして新たなノンゼロのものが定義できるということがよくあるんですね。そういうの、こういう文脈でセコンダリー、インバリアントとか言うんですけども、ちょっとそれをここで説明するのは難しいですが、なんですかね、ちょっと嘘も言うんですけど、関数で言ったら、関数がこうなんかあって、ここでゼロになるってことが分かったら、ゼロであるっていう理由から、ここの傾きっていうものがノンゼロで定義できたりしますよね。そんな感じです。で、数学的に確かにそれが定義できるっていうことは、だから分かって、それをですね、これとは並行して、4月か5月か6月だったらよく覚えてませんけど、研究、考えたり、数学的にはあるけど、それの物理的な意味は何だろうと思ってたら、ちょうどですね、この10月頃にやって、これを、こっちのシステムの解析にバッチリ使えるということが分かったんですね。で、それで急にこのあたりがよく分かるようになってきまして、それで、いろいろ研究していた。それが一つ10月にあった。もう一個10月にあったのは、還暦研究会で説明を考えるためにいろいろ考えてたんですけど、その時にちょうど、還暦研究会の件もあって、ここに滞在中だった、アメリカの人ですね、の研究、数年前にやった研究と、これもとってもよく関係しているということが分かったので、その人にも共同研究に加わってもらって、いろいろ調べることを始めたと。そうすると、案外順調に研究が進みまして、でそれに関してようやく、論文をですね、とりあえず短いものをまとめて出して、詳細については後で書こうということにして、論文が、近々出ることになっています。これが最近の話ですね。で、さらにこっちと数学と組み合わさったものについては、今、数学者の方ともう一個書いてる論文準備中で、これまだできてないんです、半分ぐらい書いたというのがあるんですね。で、さらにですね、ここに2つ追加の矢印がありますけど、これは何が起きたかというと、さっき途中で説明しましたが、このあたりの話は、最近はあんまりされてないタイプの原理論の話だったんですね。だから2000年以降はあんまりされてなくて、僕が、原理論を始めたのは2000年以降ですから、あんま知らなかった話なんですけども、昔の80年代後半とか90年代前半の話とより関係があるので、それをよく調べていると、その当時ある程度分かってはいたんだけれども、その後の発展を使ってもう一度考えてみると、よりよく分かるというケースがいろいろあったんですね。で、それについて、論文書けるぐらいにまとまったということがありまして、それについて1個この、
これは楕円出世エリプティックジーナスというやつの元通版についての論文を1個書きまして、あとはこの、まあ、ヘテロゲンの分類といいますかに関して、まあ、論文を別個1個書いた、まあ、そういうことになっています。でこの分類に関してはですね、ちょうどこれこの動画を撮っている朝に論文が出たんですけども、実はですねこれの分類をですねしてて、大体できたところでそのこの数学者の方の友達の数学者の方にこんなことやってるんですよって言ってみたら、全く同じ話をですね別の数学者から聞いたって僕はびっくりしたんですけども、その数学者たちもなぜか同じ問題をちょうど考えていて、あとそれを聞いた次の日あたりにまた別の物理学者からもこれと同じ問題を考えているって話を聞いたので、その3グループで、アーカイブに投稿する日を調整して同じに出したということになるというこの感じもあったわけです。まあ、ちなみに我々の分類はセントラルチャージというのは16までで、他の2つのグループは24までやっているので、他のグループの方が断然その立派な結果なんですけども、まあ、我々の論文はセントラルチャージが16って途中までしかやってない分、まあ、読みやすくは書いてるんじゃ、素人の方に読みやすく書いてるんじゃないかなと思って、まあ、そんな感じなわけですね。で、まあ、以上でこの2つの研究とそれから派生されてきた研究について一体どれぐらいの単位のスケールがかかってるかっていうのをお伝えしたかったんですけど、まあ、これから見てわかるようにですね、いろいろ結果が出てきたけども全別段ですね大きな目標があってはやってるわけではなくて、それもですね最初からその先が見えていたわけでは全くなくて、特にこの星印つけたところはですね、完全に私のコントロールの外から偶然に起きているわけです。ここは何だったかというと、同僚からある問題を聞いたというところですね。ここは私がたまたま別の話でツイートをしたために次の週の研究会の存在を知って、そこでたまたま数学者を知ることができた、この分野をよく知っている数学者ことができたと聞いて、ここはですねその数学者の方がセミナーで話した時に聴衆からなんかいい指摘をもらったんだけども、その数学的にはそうなんだけど物理的意義が分からなかったという話がなぜか別のことや全く関係ないと思ってやってたとこと関係あったとか、そういう話と関連してるんですね。だからまあ全然先は見えない中で、まあ、適当に流されてやっているんだということが分かっていただけたかなと思います。どうも以上です。今日もありがとうございました。